聞いてくれ。エッグマンの本拠地メトロポリスの守備が今はガラ空きのノーガードだっていう情報が手に入った。うん、当然何か他のよからぬことに注力しているのだろうが、それはそれ、我らにとっては千載一遇のチャンスだな。その通りだ。このチャンスは逃せねえ。今から全戦力を集めてメトロポリスへ殴り込みに行く。すなわち作戦名ビッグウェーブだ。名前はどうでもいいさ。作戦の中身はしっかり考えてあるんだろうな。ああ、しっかり考えたぜ。1分くらいな。手薄なエッグマン軍に猛スピードで突撃してノンストップで暴れて一気に制圧するんだ。ソニックがシャドウをとっちめに行ってまだ戻ってねえんだが、このチャンスは逃せねえ。俺たちの気合を見せつけてやろうぜ。面白い。いいと思うぜ大隊長さんよ。エッグマンの野郎に一泡吹かせてやろうじゃねえか。確かに戦力差がある戦いだし、短期決戦で一気に決めるアイデアは悪くないと思う。それにソニックだったら、別の世界から来てくれたソニックもいるもんね。きっとうまくいくよ。ファントムルビーを破壊すれば別の世界から来たソニックも元の世界に帰れるはずだからね。多分希望的観測だけど。よし、俺たちの手でエッグマンのアジトをぶっ潰して世界を取り戻すぞ。
雑魚の相手にも飽きたな。どこかに骨のあるゴミでも落ちていればいいが。あ、ゴミの方から来たか、それとも運悪く迷い込んだか。戦って死ぬか、逃げてなぶり殺されるか、好きな方を選べ。ヘイ、ピンチの今こそ見せ場だぜ。怖い時こそ前に進むんだ。いいだろう、恐怖を教えてやる。それから痛みだ。もっともすぐに何も感じなくなるだな。廃山兵の逃げ遅れ風情が、弱者が強者にほふられるのは必然。己の不運と弱さを恨むがいい。意外だな、恐怖の中にも闘志を感じる。その人にどこかで会った気がする。まさかあのゴミがここまでやるとはな。弱者の生存本能を見くびりすぎていたか。拾った命をわざわざ捨てに来るとは、バカなゴミだ。終わりだ、消えろ。何？なんだ今のは。まさか、いや、ありえん。まあいい、どのみちあと2日の命だ。せいぜい全てが終わるまでの間、悪あがきしてみせるがいい。俺たちのビッグウェーブ作戦が、あのファントムルビーってやつの力で全部ひっくり返されちまった。シャドウの偽物もファントムルビーの力で作ったんだろう。仮想現実っていうのはめちゃくちゃな力だぜ。ルージュ、例の件の調べはついたのか。まだよ、そうせかさないで。でもケミカルプラントにエッグマンのデータベースがあるってとこまでは突き止めたわよ。そこを調べればなんかわかるかもね。調べてみる価値はありそうだな。とにかく仮想現実とインフィニットの力の秘密を暴かないと。頼んでいいか、テイルス。任しといて。こっちのソニックと一緒にケミカルプラントに行ってみるよ。ルージュからの情報だと、どこかにデータベースがあるはずなんだ。とにかくそれらしき建物を見つけないとね。この広さじゃ探すだけでも一苦労だけど。
時は危険の前触れだよ。ここは慎重に行った方が良さそうだね。ここがデータベースの部屋だね。ちょっと待っててね。今このコンピューターからデータを。世界征服の没案に昔のロボットの設計図。うわぁ、自分のヒゲの写真ばっかり。何テラバイトあるのこれ。で、肝心の情報はと。見つけた。これは仮想現実兵器ファントムルビー。人の持つあらゆる認識能力を支配して脳を誤認識させ、感覚的にも実在させてしまう恐ろしい兵器。あまりに現実っぽい夢を見ていて、その中で怪我をして目を覚ますと現実でもあざができてたみたいな、あれのこと。まさかエッグマンは何度も試作型を作り直して、その完成品をインフィニットに組み込んだんだ。でもこのデータが確かなら弱点もきっとあるはず。これは大変な情報だよ。早くみんなに知らせなくちゃ。